こんばんは。ブルブル人の石丸です。本日もウェブストアに掲載する商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が5月の19日夜9時に掲載する商品になります。お値段、サイズなどのお問い合わせはブルブル人ウェブストアに掲載後によろしくお願いいたします。詳しいことは下の概要欄貼っておきますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。本日の T シャツからご紹介いたします。こちらですね、タグは切れてるんですけども、フルーツオブザルームのデッドストックの T シャツになります。ブラックボディでポケ付きですね。デッドストックなので、まあ、状態は問題ないのかなと思います。サイズ表記ミディアムということで自分が合わせて、まあ、ちょっと結構インナーとかにも使えるサイズ感なのかなと思います。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きましてこちらの T シャツですね。タグはこちらになります。と薄れてるんですけども、アーテックスのつく T シャツですね。でサイズ表記とかもちょっと薄れている T シャツになります。で霜降りグレーでこういった感じのスヌーピーの T シャツが入る T シャツですね。バックもこういった感じです。まあ多少ちょっと使用感はあるんですけども、まあ身幅もしっかりとあって、着用には問題ないのかなと思います。サイズ表記あるとするとラージ程度かなと思います。結構ゆったりと着れる T シャツですね。こちらのお値段で5800円に消費税です。続きましてこちらの T シャツですね。ドンロックのアーティストの T シャツになります。タグはこちらの丸ボルのタグがつきまして、サイズ表記はミディアムです。まあ、全体的にこういった焼け感とかが見られる T シャツにはなりますね。プリントも結構グラフィック効いてて非常にかっこいい T シャツかなと思います。一点ですね、こういったピンホールも見受けられる T シャツとなっております。袖にもプリント入る、T シャツですね。バックもこういった感じです。まあ、全体的に使用感あるんですけども雰囲気あるのかなと思います。サイズ表記ミディアムで自分が合わせて結構ゆとりを持って着用できる T シャツです。こちらのお値段で3万9800円に消費税です。続きましてこちらのザ・ストーン・ローゼスのバンド T ですね。オルタナティブの T シャツです。こちらのタグがつきまして、サイズ表記は XL です。で結構薄めの、ボディかなと思います。結構着やすいのかなと思いますね。プリントもこういった2段で入ってめちゃくちゃいい T シャツかなと思います。バックもこういった感じで白ボディなんですけども、汚れ等もなくて状態はまあいい方なのかなと思います。サイズ表記 XL で自分こちらもゆとりを持って着用できるサイズ感です。結構着丈身幅ともに大きいサイズ感ですね。こちらのお値段で5万9800円に消費税です。インプラの子供の T シャツをご紹介いたします。タグはこちらのウィンターランドのタグがつきまして、サイズ表記はラージです。で、ブラックのフェードした雰囲気のいい T シャツかなと思います。で、こういったプリントも結構かっこいいですね。まあ、多少ちょっと焼け感は見られる T シャツとなります。バックもこういった感じですね。肩付近もちょっとこういった感じ、雰囲気はある T シャツとなっております。で、サイズ表記ラージということで、自分はこちらもいいサイズ感かなと思います。こちらのお値段で2万5800円に消費税です。続きまして、ムービー T ですね。デイハードのこちら2の。T シャツとなります。タグはこちらのヘインズビーフィータグのタグがつきまして、サイズ表記はラージです。こちらも同じくちょっとフェード感が見られる、T シャツとなっております。肩とかきっと焼けてる T シャツですね。バックもこういった感じです。まあ雰囲気はいいのかなと思います。でこちらサイズ表記ラージということで、自分が合わせてこういったサイズ感です。ちょっとそれは短めの T シャツです。こちらのお値段で1万2800円に消費税です。いきます。スターウォーズの T シャツですね。タグはこちらになりまして、サイズ表記はラージです。でこちらもブラックボディに紫のこういったグラフィック、めちゃくちゃ雰囲気あっていいのかなと思います。でこういった感じで多少ちょっと汚れなどは見受けられる、見受けられますね。バックもこういった感じです。まあ、肩拭きも焼けは見られます。で袖にもプリント入る T シャツです。でサイズ表記ラージということで、こちらも一番いいサイズなのかなと思います。めちゃくちゃかっこいい T シャツですね。こちらのお値段で7800円に消費です。続きましてハーレーティーです。タグはこちらになります。でサイズ表記はちょっと薄れてるんですけども、ラージの個体です。でこちらも同じくブラックにこういったハーレーのプリントが入ります。バックもこういった感じですね。まあこちらも全体的に使用感だったり焼け感は見られる T シャツとなっております。このちょっとひび割れぐらいもかっこいいですね。でサイズ表記ラージなんですけども、まあ、こちらも着丈もしっかりとあって自分は全然問題なく着用できます。
こちらのお値段で 12,800 円に消費税です。サグはこちらになります。でスクリーンスターズの赤タグつきまして、サイズ表記は XL の 50-50 の T シャツです。でネイビーボディにこういった胸元にプリント入る T シャツです。バッグもこういった感じですね。でサイズ表記 XL なんですけども、ちょっと縮み入ってラージ程度かなと思います。こちらのお値段で 19,800 円に消費税です。続きまして、ゴツナイキの T シャツです。タグはこちらのオレンジスウォッシュのタグつきまして、サイズ表記はスモールですね。で、こちらの、まあ、定番のゴツナイキのプリントがされている T シャツです。バッグもこういった感じですね。多少こういったちょっと細かいピンホールなどは見受けられるんですけども、その他は全然問題ないのかなと思います。サイズ表記スモールで、自分が結構、まあ、ジャストめのサイズ感かなと思います。こちらのお値段で 25,800 円に消費税です。こちらですね。こちらのシャツ類ご紹介いたします。タグはこちらになりまして、サイズ表記などは見受けられない、シャツとなります。で、こういった感じのグラフィック入りまして、まあ、こちらも雰囲気いいのかなと思います。まあ、T シャツなど挟んでもらって、前開けてもらってもかっこいい一着ですね。で、おそらくサイズ表記があるとすると、まあ、ミディアムぐらいなのかなと思います。自分は全然問題なく着用できます。こちらのお値段で 6,800 円に消費税です。続きまして、こちらの T シャツをご紹介いたします。タグはこちらになります。サイズ表記は見当たらなかったです。で、まあ、タイダイ染めの感じのカラーリングで、ボタンは1個欠損してます。バッグもこういった雰囲気です。で、おそらくサイズ表記あるとすると、こちらもミディアム程度かなと思います。こちらのお値段で 7,800 円に消費税です。タグはこちらになります。サイズ表記などは見受けられなかったですね。で、こういった、オレンジのボディで、白などもこういったプリント入ります。バッグもこういった感じです。コンディションはめちゃくちゃいいのかなと思います。サイズ表記あったとすると、まあ、こちらラージ程度かなと思います。身幅もめちゃくちゃでかいサイズ感です。こちらのお値段で 6,800 円に消費税です。続きましてもシャツです。タグはこちらになります。で、こちらも同じく、サイズ表記などは見受けられなかったです。で、同じく、青ボディで、こういった感じのプリントが入る。こちらもいいシャツかなと思います。かっこいい一着です。バッグもこういった感じですね。同じくこちらも状態非常にいいです。で、サイズ表記こちらもアップするとラージテープですね。自分がめちゃくちゃいいサイズ感で着用できます。めちゃくちゃいいシャツかなと思います。こちらのお値段で 7,800 円に消費税です。続きましてワークシャツをご紹介いたします。いいタグがつきますね。ヘラクレスのタグがつきます。で、サイズ表記は、ちょっとこちらも、こちらですね。ミディアムのサイズ表記が見受けられます。で、まあワークっぽい、ワークのシャツで、こういったマチもしっかりとつく、ワークシャツです。まあ、多少こういったちょっとポツポツと汚れだったりは見受けられるんですけども、逆にこういった雰囲気めちゃくちゃいいのかなと思います。で、サイズ表記ミディアムで、ちょっと着丈やっぱり長めの作りですね。自分は結構大きめのサイズ感かなと思います。こちらのお値段で 9,800 円に消費税です。続きましてもワークシャツです。これはこちらになりまして、レッドキャップのタグがつきますね。サイズ表記はミディアムです。で、ちょっと深めのグリーンで、こういったイエローのチェーンステッチも入るシャツです。で、ポケ付きですね。バッグもこういった感じです。まあ、こちらも多少ちょっと使用感はあるんですけども、この使用感ぐらいが非常に使いやすいのかなと思います。で、ミディアム表記ということで、こちらはちょっと自分はいいサイズ感で着用できます。こちらのお値段で 7,800 円に消費税です。のシャツです。こちらのタグがウィングスのタグがつきまして、サイズ表記はミディアムシャツです。で、こちらもめちゃくちゃ雰囲気あって、まあ状態も非常に良好かなと思います。グラムもめちゃくちゃいいシャツですね。バッグもこういった感じです。まあ、自分が着用したんですけども、15ハーフということで、自分が一番めちゃくちゃいいサイズ感でした。めちゃくちゃかっこよくておすすめですね。こちらのお値段で 25,800 円に消費税です。続きまして、こちらのガラシャツをご紹介いたします。タグはこちらのブレントのタグがつきまして、こちらサイズ表記は、こちら
M ですね。で、総柄のシャツとなります。ボタンもしっかりと完品でポケ付きですね。こちらもいいシャツかなと思います。バッグもこういった感じです。まあ、こちらも状態非常にいいのかなと思います。まあ、ミディアムということで、自分はジャストのサイズ感ですね。余る方多いのかなと思います。こちらのお値段で9800円に消費税です。続きまして、ラルフローレンのシャツですね。タグはこちらになります。サイズ表記はミディアムです。で、ホワイトボディに胸元にポニーのつくシャツとなります。まあ、ホワイトボディなんですけども、シミなどもなくて非常に状態は良好なのかなと思います。で、サイズ表記ミディアムということで、まあ、こちらも自分が一番いいサイズ感ですね。まあ、一着持っておいてもいいのかなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして同じくこちらもラルフの白シャツです。タグはこちらになりまして、サイズ表記はラージです。で、こちらも同じく先ほどと同様ポニーが胸元につく、シャツですね。こちらも汚れなども見受けられなくて、状態も非常にピンピンしている非常にいいシャツです。ちょっとこの肩付近ですね、こういった感じポツポツとピンホールなどは見受けられます。で、サイズ表記ラージということで、こちらもちょっと着丈長めのサイズ感ですね。オーバーサイズでまあ着用できるかなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、1点寝るシャツをご紹介いたします。いいタグがつきますね。ピルグリムのタグがつきます。で、オレンジボディの、こういっためちゃくちゃ雰囲気ある寝るシャツですね。しっかりとマチもつきます。まあ、多少ちょっと焼け感は見られるんですけども、このプラスの雰囲気になってみて、めちゃくちゃかっこいいかなと思います。で、しっかりとダブルステッチの答えですね。で、サイズ表記アップすると、まあ、おそらく、まあ、ラージ程度かなと思います。着丈ちょっと長めなんですけども、自分は程よいサイズ感で着用できます。こちらのお値段で29,800円に消費税です。今日ちょっとスウェットだったり、パーカー、60年代から70年代のものが多いですね。タグはこちらになります。サイズ表記はラージです。で、こちら7、ラグランスリーブの仕様です。で、多少、まあ、使用感は見られるスウェットとなっております。枠もこういった感じです。で、ラージ表記ということで、自分が、まあ、ちょっと気持ちジャストめのサイズ感かなと思います。こちらのお値段で12,800円に消費税です。続きましても同じく。ちょっとタグは元々ないスウェットとなっております。で、こちらもラグランスリーブで胸元にアイオワというプリントが入ります。バックもこういった感じです。まあ、こちら非常に状態いいのかなと思います。裏地はふかふかしてますね。で、サイズ表記あるとすれば、ちょっとまあ、ミディアム縮みぐらいなのかなと思います。自分もちょっとビタビタなサイズ感です。こちらのお値段で7800円に消費税です。いきまして、こちらのセットをご紹介いたします。同じくラグランスリーブ仕様で、タグはちょっと欠損してしまってます。で、霜降りグレーで2段のラバープリントイエローで入ります。リブはちょっとツートンとなってますね。バックもこういった感じです。まあ、多少ちょっと、使用感はあるんですけども、全然問題なく着用できるかなと思います。で、こちらもサイズ表記あるとすると、こちら結構大きめですね。まあ、ミディアムぐらいゆとりを持って全然着用できます。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、こちらのスウェットですね。タグは欠損してしまってます。こちらは、セットインスリーブの仕様で、染み込みのプリントが3段入ります。で、多少こういったピンホールだったり、このリブ付近はバンクしているものですね。バックもこういった感じです。同じくこの辺はちょっとやれ感は強めになってます。まあ、その他は全然着用問題ないのかなと思います。で、サイズ表記アップすると、こちらもミディアムぐらいあるのかなと思います。身幅もしっかり残ってますね。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、こちらのペニーズ、いいタグがつきます。ペニーズのタグがつきまして、サイズ表記はラージです。で、こちらもセットインスリーブ仕様ですね。まあ、多少こういった感じが、ピンホールだったり汚れなどは見受けられますね。袖もちょっとこういった色移りはあります。バッグもこういった感じです。まあ、インナーとかにもおすすめのスウェットですね。
サイズ表記ラージということで、自分は全然ゆとりを持って着用できます。こちらのお値段で7800円に調整です。続きましてのスウェットで続きます。タグはスプルスのタグがつきまして、サイズ表記はラージです。で、こちらも、ラグランスリーブの仕様となってますね。で、こちらもまあ、ホワイトボディなので、こういったポツポツとシミ汚れなどは見受けられます。バッグもこういった感じです。まあ、ボディ自体はしっかりとしているので、全然まだまだ着用できるかなと思います。サイズ表記ラージということで、自分が合わせてちょっと縮み入っていて、ミディアムぐらいなのかなと思います。ジャストのサイズ感です。こちらのお値段で、7800円に消費税です。続きまして、こちらのタグです。ファンクラフトのタグがつきまして、サイズ表記はラージです。で、胸元にラバープリント入ります。で、シミ汚れ等なども見受けられまして、ちょっと首元付近ですね、やれ感は見受けられる、スウェットとなっております。バッグもこういった感じですね。まあ、全体的にちょっと汚れなども見受けられます。で、サイズ表記ラージということで、ちょっと袖は縮んでいるのかなと思います。でも、その他は全然問題なく着用できるかなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。ご紹介いたします。タグはちょっと欠損してしまってます。で、フロントに3段、ブラックのラバーが入ります。で、多少こういった汚れは見受けられます。で、こういった独特な折りも入っているスウェットで、しかもリブ長のいいスウェットですね。バックもこういった感じです。で、多少、まあ、お前の保管者のこういった、まあ、落書きは入ってます。で、全く欠損してしまってるんですけども、おそらくまあ、S ぐらいなのかなと思います。自分はちょっと着用難しいかなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きましてこちらからパーカー類をご紹介いたします。タグはちょっと欠損してしまってます。で、こちらもラグランスリーブの仕様ですね。まあ状態は非常にいいのかなと思います。バッグもこういった感じです。まあ定番のフーディーなんですけども使い勝手いいのでおすすめですね。で、サイズ表記ちょっと見受けられないんですけども、おそらく、まあ、ミディアムぐらいあるのかなと思います。まあ自分はジャストで着用できます。こちらのお値段で12800円に消費税です。続きまして、こちらのスウェットパーカーをご紹介いたします。タグは欠損してしまってます。で、紐付きのスウェットパーカーですね。で、まあ、こちら非常に状態はいいのかなと思います。1点ですね、こういったちょっとポツッと横にあるのが見受けられるんですけども、その他は非常に状態はいいのかなと思います。で、こちらも同じくタグ欠損してしまってるんですけども、おそらくサイズ表記はミディアム縮みぐらいなのかなと思います。自分は結構ジャストぐらいですね。着丈短めのサイズ感です。こちらの値段で9800円に消費税です。続きまして、こちらも同じくスウェットパーカーですね。タグは欠損してしまってます。同じくラグランスリーブ仕様ですね。で、こちらも状態非常にいいかなと思います。まあ、全然問題なく着用できますね。で、同じくタグ欠損してしまってまして、サイズ表記あるとすると、こちらはミディアムぐらい全然あるかなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です、ね。こちらもタグ欠損してしまってます。で、紐付きで、多少ですね、ちょっとピンクがかかっている一着となってます。バッグもこういった感じですね。薄くピンクがかっている一着ですね。で、同じく、こちらもミディアム程度かなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、リバースイーブをご紹介いたします。タグはこちらになりまして、サイズ表記は WXL です。で、赤ボディのリバースイーブですね。こういった首元やれただったり、ピンホールなどが見受けられる、リバースイーブとなってます。で、ラバーの雰囲気もめちゃくちゃいいかなと思います。で、赤ボディにフェード感していて、まあ、全体的に使用感は見られるんですけども、雰囲気はあっていいのかなと思います。で、こちら 2XL で自分が結構大きめのサイズ感ですね。だいぶオーバーサイズで着用できます。こちらのお値段で15800円に消費税です。続きまして、こちらの、フルスナップのリバースイーブをご紹介いたします。タグは欠損してしまってるんですけども、おそらく、トリコタグのリバースイーブかなと思います。でしっかりと目つきですね。まあ、全体的に結構綺麗めにフェードしている、リバースイーブとなってます。まあ、雰囲気は良好ですね。
で、サイズ表記あるとすると、まあ、ラージ程度かなと思います。リボンと両方で着用できます。こちらのお値段で、25,800円に消費税です。で、レッドソックスを1着ご紹介いたします。フルーツオールザオブザブレーヌのこちらの白 T です。で、まあ、Z ストックで、この、袋付きですね。で、サイズ表記などはラージなんですけども、詳しいことはウェブストアをご参照いただけたらなと思います。こちらのご値段で15,800円に消費税です。続きまして、ベルトを1着ご紹介いたします。まあ、ブラックで、こちら、金具が金色の金具使われてますね。全体的に、まあ、一着版使いやすいベルトなのかなと思います。こういった穴もしっかりと開いてますね。で、こちらのベルトのお値段で7,800円に消費税です。ベルトウィングのペコスブーツをご紹介いたします。で、こちら箱付きのレッドストックの、ブーツとなってます。まずタグですね。こちらのタグが付きます。で、まあ、レッドストックなのでこういった紙も付きます。フロントなんですけども、こういったレッドストックなので、多少こういった保管時の汚れなどに受けられるブーツですね。サイドもこういった感じです。で、ちょっとあの、印字は読みづらかったんですけども、10ハーフ D のサイズ感となっております。こちらのレッドウィングのペコスブーツの値段が29,800円に消費税です。で、箱付きのレッドストックのシューズです。で、こちらですね。あれまあ、こういった感じのシューズになってます。で、ヒールパッチもしっかりと残ってます。で、ちょっと見えづらいかと思うんですけども、こちら10の印字が見えますね。まあ、見えづらいかと思うので、まあ、ウェブスターご参照いただけたらなと思います。こちらのサブマリンシューズデッドストックでお値段59,800円に消費税です。続きましてリーバイスのデニムジャケットをご紹介いたします。こちらの紙タグもしっかりと残ってまして、サイズ表記は40ロングです。で、インディゴも綺麗に落ちてまして、赤タブもしっかりと残ってますね。で、フォーポケタイプの仕様です。バッグもこういった感じで綺麗に色落ちしてます。で、40ロングということで、自分は結構大きめのサイズ感となってます。こちらのお値段で12,800円に消費税です。続きまして、リーバースのデニムジャケットですね。こちらも紙パッチしっかりと残ってまして、サイズ表記は XL です。で、こちらも同じくインディゴしっかりと、まあ、綺麗に落ちてまして、フォーポケタイプの仕様です。赤タブもしっかりと残ってますね。バッグもこういった感じに綺麗に色落ちしてます。結構大きめの、だいぶ大きめのサイズ感ですね。まあ、XL なんですけども、自分はもうだいぶ大きめのサイズ感となっております。めちゃくちゃオーバーサイズ着用できます。こちらのお値段で12,800円に消費税です。続きましても同じくリーバイスの G ジャンですね。フォーポケタイプで、こちらも紙パッチしっかりと残ってます。サイズ表記などはちょっと薄れている、ジャケットとなってます。で、しっかりとこちらも赤タブつきますね。こちらも綺麗にインディゴ落ちているのかなと思います。バッグもこういった感じの雰囲気ですね。アイスブルーの1着です。で、こちらもサイズ表記あったとすると、まあ、42ぐらいあるのかなと思います。身幅もしっかりと残ってまして、オーバーサイズに着用できます。こちらのお値段で12,800円に消費税です。続きまして、こちら70505のビッグイエです。で、パッチちょっと割れてしまってます。サイズ表記もちょっと見受けられなくなってます。で、もちろんビッグイエの赤タブつきまして、めちゃくちゃインディゴ具合も残ってまして、かっこいい一着ですね。バックもこういった感じです。まあ、全体的にこちらも綺麗に色落ちしていて、ビッグイエらしい色落ちかなと思います。で、こちらおそらくサイズ表記が多分、まあ、40程度かなと。40程度縮んで38ぐらいになるかなと思います。こちらのビッグイでお値段49,800円に消費税です。続きまして、マクレガーのアンチフリーズをご紹介いたします。タグはこちらになりまして、サイズ表記は40です。で、こちらブラウンボディのアンチフリーズで、しっかりとポケットもつきますね。で、コンディションも非常にいいのかなと思います。で、ジッパーこちらのボータロンが採用されてます。ブラウンボディですね。バッグもこういった感じです。1点こちらにシミ汚れなどは見受けられるんですけども、そこまでコンディションに影響はないのかなと思います。サイズ表記40ということで、自分が、まあ、ジャストめのサイズ感で着用できます。こちらのお値段で12,800円に消費税です。続きまして、ギャバジャンですね。こちらいいタグつきます。キャンパスのタグがつきまして、サイズ表記は40です。
で、まあ、ロカビリの一着ですね。こういったかすり具合で、ブルーと、水色のめちゃくちゃいいギャバジャンです。バックもこういった感じですね。多少こういった感じにちょっとシミ汚れなどは見受けられる、ギャバジャンとなってます。で、こちらもサイズ表記40ということで、自分が一番いいサイズ感ですね。着用できると思います。スラックスなどにおすすめです。こちらのお値段で79,800円に消費税です。続きまして、ここからショーツをご紹介いたします。こちらのですね、タグが OP のタグがつきます。で、こちらサイズ表記がですね、ウエスト34のサイズ感です。で、構図の、ブルーの構図の一着ですね。OP のしっかりと刺繍も入ります。バックもこういった感じです。まあ、使用感あるんですけども、全然問題ないのかなと思います。で、ウエスト34で、自分はちょっともうビタビタなサイズ感です。膝、太ももぐらいに来る、サイズ感ですね。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きまして、こちらの白のカーキですね。で、こちら、ボタン、ジッパーフライとなってまして、こちらのジップが採用されてます。で、中のインジとかはちょっと消えてしまっている、ショーツとなってました。で、ポケット付きの個体ですね。バッグもこういった感じです。まあ、こちらも全体的に雰囲気いいのかなと思います。で、こちらサイズ表記、ウエスト31のサイズ感です。めちゃくちゃいい、こちら自分のいいサイズ感で着用できるかなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、501のショーツですね。まず裏面からパッチはちょっと薄れてしまってるんですけど、501のこちら S タイプのインジが見受けられます。で、赤タブはちょっと見えづらくなってますね。で、まあ、フロントなんですけども、こちら耳裏が両方ともシングルの一着なのでビッグイなのかなと思います。で、フロントとかですね、結構全体的に色落ちしてまして、めちゃくちゃかっこいい一着となってます。バックもこういった雰囲気ですね。雰囲気はめちゃくちゃいいのかなと思います。で、サイズ表記、こちらウエスト31のサイズ感です。自分は結構小さめですね。こちらのお値段で9800円に消費税です。続きまして、こちらもビッグイのショーツですね。フロントのこういった濃淡はっきりしてまして、こういったスティッチも入っていて可愛らしい一着です。このほつれもめちゃくちゃいい雰囲気ですね。バックもこういった感じです。まあ、パッチもしっかりと残ってます。表記が3233のショーツですね。赤玉もしっかりと残ってます。マックも雰囲気めちゃくちゃいいのかなと思います。で、ウエスト実際は31のサイズ感です。自分はちょっとマジャスめのサイズ感です。こちらの値段で9800円に消費税です。続きまして、リーバイスのレッドストックのスラックスをご紹介いたします。まあ、定番ですけど、こちらの紙タグもしっかりと残ってますね。で、こちらのインジも、パッチも残ってまして、3131のサイズ感です。まあ、チェックのこういった使いやすい一着ですね。で、こちら実寸がですね、3131の変わらずです。自分はまあ結構いいサイズ感で着用できます。こちらのお値段で19800円に消費税です。続きまして、ディッキーズのデッドストックの一着ですね。まあ、デッドストックなので、まあ保管時の、まあ、ちょっとオリジナルなどが見受けられるんですけども、こういった感じにフラッシャーも残っているサイズ一着です。で、3437のサイズ感ですね。で、3437ということで、ちょっとレングス自分は長めなので、まあ裾上げしてもらってもいいのかなと思います。こちらのお値段で12800円に消費税です。続きまして、パタゴニアの一着ですね。こちらのタグがしっかりとつきまして、まあチノパンみたいな感じの色合いですね。で、こちらのジップ採用されて、まあ、YKK ですね。で、中のインジのパタゴニアも見られまして、サイズ表記は32ですね。で、まあ、全体的に使用感があったりフェードしている一着なんですけども、まあ、こちらも雰囲気あって使いやすいのかなと思います。実寸3327ですね。こちらも結構、レングス短めなんですけども、ハマる男性だったり女性の方おすすめです。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きまして、517のあるいは501のブラックデニムのこちら先染めの一着です。先染めなんで、先染めらしい色落ちしてますね。結構めちゃくちゃいい雰囲気に仕上がってるのかなと思います。で、こちらですね、パッチしっかりと残ってまして、505で3135のサイズ感です。
バックも酒染めらしい色落ちですね。赤玉もしっかりと残ってます。で、実寸がですね、3133のサイズ感です。まあ、こちらもちょっとレングス長めなんですけども、先染めなんでロールアップしてもいいのかなと思います。こちらのお値段で9800円に消費税です。続きまして550のカラーパンツですね。まあ、使いやすい色味なのかなと思います。自分も1着持ってるんですけど、汎用性高いですね。こちらがサイズ表記3332のサイズ感です。バックなんですけども、パッチもしっかりと残ってまして、赤玉もしっかりと残ってる一着です。まあ、バックも、まあ、雰囲気あって、まあ、これぐらいのやれ感の方が使いやすいのかなと思います。で、実寸が3131ですね。こちらもゴールデンサイズかなと思います。めちゃくちゃいい一着ですね。こちらのお値段で9800円に消費税です。続きまして911、こちら B ですね、のデッドストックです。まあ、バックから紹介するんですけども、パッチもしっかりと残ってまして、3832のサイズ感です。で、フラッシャーも完品ですね。で、もちろんビッグEのピケパンです。フロントなんですけども、まあ、デッドストックなのでコンディションはもう問題ないのかなと思います。で、こちらですね、実寸が3832ですね、変わらずです。ちょっとまあ自分にはデカめなんですけども、ハマる男性の方、非常におすすめの一着です。こちらのお値段で79,800円に消費税です。続きましてこちらリーバイスの517ですね。フロントはこちらですね。こちらのリーバイジップが採用されてます。で、インディゴもしっかりと残ってますね。青、めちゃめちゃ綺麗なインディゴのブルーかなと思います。バックですね、パッチもしっかりと残ってまって、517の品番で3330のサイズ感です。オレンジタブもしっかりと残ってます。バックも結構綺麗にインディゴ残ってるのかなと思います。で、こちら実寸が3230のサイズ感ですね。こちらも結構ゴールデンサイズかなと思います。裾も溜めて履いてもいい一着ですね。こちらのお値段で12,800円に消費税です。続きまして1着 B をご紹介いたします。こちら111Z の1着で、こちらセンター黒タグの1着です。で、こちらですね、グリッパージッパーが採用されてます。で、フロントなんですけども、リーらしい色落ちしてまして、こういったヒゲも縦落ちも出ている、めちゃくちゃ雰囲気いい1着です。バックもですね、しっかりとピスも残ってまして、バックも結構綺麗に色落ちしてるのかなと思います。で、こちらですね、実寸がですね、2834のサイズ感です。ウエストちょっと細めなんですけども、まあ、細身の男性だったり、まあ、女性の方、まあ、意外にめちゃくちゃ使いやすい色味なのかなと思います。かっこいい雰囲気です。こちらのお値段で9,800円に消費税です。続きまして606をご紹介いたします。で、606なので、こちら内股ともにシングルの1着です。で、インディゴめちゃくちゃ残っている1着ですね。これから全然使える一着かなと思います。バッグもこういった感じです。ちょっとオレンジタブは欠損してしまってるんですけども、インディゴバッグも残ってますね。名刺の飛びもなくて、全然これから着用していただけるのかなと思います。で、こちら実寸が3028ですね。こちらもゴールデンサイズかなと思います。ちょっと、まあ、レングス気持ち短めなんですけども、こちらもハマる男性だったり女性の方、非常におすすめの一着です。こちらのお値段で128,000円に消費税です。続きまして同じく606ですね。こちら先ほどインディゴめちゃくちゃ残ってる個体とは違って、めちゃくちゃいい色地の、一着です。多少こういったリペアなどもほつれなどもあるんですけども、それも含めた上でめちゃくちゃいい色地の一着かなと思います。で、もちろんシングルの個体ですね。バックもこういった色落ち、めちゃくちゃいい色落ちかなと思います。ビッグEもしっかりとついてまして、こちらですね、蜂の巣めちゃくちゃついてるのかなと思います。だいぶ履き込んだのかなと思いますね。で、こちら実寸が3331のサイズ感です。こちらゴールデンサイズですね。余る方非常に多くて、非常にお探しの方多い印象かなと思います。こちらのお値段で128,000円に消費税です。本日もご視聴ありがとうございました。今週の土曜日ですね、ベルベレジン全店舗入荷日となりますので、皆様のご来店お待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。